日本北海道小樽市線間線箱は北海道小樽市の地名。1丁目から5丁目まである。郵便番号は1から3丁目が047-0261。4.5丁目が061-3271。千箱地区は石狩湾の砂浜が途切れる位置にある。国道5号と国道337号と JR 北海道函館本線が通る。 明治時代の初めには札幌に海から至る交通上の用地であり、その後も小樽と札幌を結ぶ中継点として栄えた。札幌市のベッドタウン化しつつあり、特に三丁目はどうして稲区星沖の市街に隣接しているため、人口は増加傾向にある。また、純工業地帯として、軽工業的な工場が立ち並び、銭箱工業団地を形成している。 一方、漁師町の流れを組む一丁目及び二丁目地域では、昔ながらの商店やもちろん現役の漁師が住む歴史、ある町として現存している。なお、千箱4.5丁目はかつて石狩町だった地域である。石狩湾振興開発に伴い石狩町より編入したものであり、工業地帯となっている。千箱三丁目と千箱四丁目は、 新川を隔てて隣接しているものの橋がないため、この間を往来するには、一旦、札幌市域に入っての移動となる、実質的な飛び地である。また、この地域は、郵便番号上3桁及び、市外局番も1から3丁目と異なり、石狩市に準じたものになっている。和名と思われ、いつもニシンが大量に取れたため、千箱となったとされる。このほニシン寮により、 当時は、どの漁師の家にも銭箱が積まれていたから、とする説明などがある。小樽市最東端に位置している。一丁目は、海岸段球場にあり、また、三から五丁目は、石狩平野の北西端に位置しているため、比較的平地が広がっている。二丁目はそれらの中間に位置し、起伏が大きい。東側は、札幌市手稲区及び、石狩市に接する。 海岸戦争いの西側はハリウス町、山側は国道5号を挟んで、春香町、桂岡町、三原市町、星野町にそれぞれ接する。千箱はアイヌが住む時代から、酒漁の場所として栄え、北海道開拓の父、島吉武が札幌に開拓府を建設するにあたり、交通、交易の要所として、仮本府を置いた場所でもあり、 その後も、明治14年の鉄道開通の時も、小樽と共に開け駅した歴史のある場所である、千箱地区の主な祭りイベント、ありがとうございます。